様こんにちは。大変お待たせいたしました。定刻となりましたので、これより第68回会津まつり蒲生氏郷公入府430年記念氏郷公ゆかりの地による歴史講演および座談会を開演いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。申し遅れましたが、本日の司会進行を務めます私塩野香織と申します。心を込めて務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは講演に入ります前に、全体の進行について簡単にご案内を申し上げます。まずはじめに主催者によりご挨拶を申し上げ、次に蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言都市の滋賀県日野町、三重県松阪市、会津若松市の順に3市町からそれぞれ講演を行っていただきます。講演終了後、15分間の休憩を挟んだ後、3市町の皆様によります座談会を行います。そして最後に閉会のご挨拶および総評を述べていただき終了となります。ぜひ最後までご聴講いただきますようお願いいたします。それでははじめに主催者であります会津まつり協会会長室井翔平会津若松市長よりご挨拶を申し上げます。室井市長よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました祭り協会の会長をしております室井でございます。本日は蒲生公ゆかりの地による歴史講演会並びに座談会、大勢の皆様にお集まりいただきました。誠にありがとうございます。今年は蒲生公が天正18年1590年に会津に入部されてから430年目の節目でございました。本来であれば当初からさまざまな事業を予定しておったんでありますが、残念ながらコロナ禍ということで、会津藩校行列も氏郷公にスポットを当てた編成ということで想定しておりましたけれども、実施できなかったわけでございます。このような中でありますけれども、今回は会津若松市の皆さん限定ということで、今司会からお話しあったとおり、滋賀県日野町、三重県松阪市からお二人の講師をお迎えをしております。日野町教育委員会障害学習課の振門拓也様、松阪市の蒲生氏郷公奉賛会事務局長小野寺仁様には、ご多忙にもかかわらず会津にお越しをいただいております。感謝申し上げる次第であります。また福島県立博物館の高橋満様にもお忙しい中ご参加をいただいております。誠にありがとうございます。蒲生公についてちょっと触れてみたいと思います。文武両道に秀でた武将であり、会津若松にとっては今日の町割りの基礎を築いたと言われておりまして、地場産業の会津漆器の基礎を作り、酒造りや金工など優れた技術を会津に輸入しておられます。今に伝えられる産業の振興に大きな力を、尽くされた方であります。蒲生公の町づくりは後ほどご紹介あるかと思いますが、生誕地である日野町、会津への国替えの前の領地であった松阪市において発展の礎となっておりまして、その奇跡は現在もそれぞれの地において受け継がれております。そのような縁起がございましたので、蒲生氏郷公歴史シンポジウムを契機に、日野町松阪市と本市は蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言都市として、平成14年9月22日に共同宣言を行っております。蒲生公に学び元気の出るまちづくりを進めようという交流を進めております。またテレビドラマ、大河も含めてですね、採用していただきたいということで併せて活動もしているところでございます。本日のご講演と座談会により蒲生公の遺徳を忍び、会津の歴史についても皆さんと一緒に再認識してまいりたいというふうに思いますし、これを機会に、それぞれの町の交流がますます盛んになることを記念いたしております。昨年度末ですが、皆様のお手元に会津のゆかりの地の冊子が配られたと思いますけれども、その中に盛り込んであります
行けるようになったら、ぜひ皆さんも会津に来ていただいてますので、それぞれの地に足を運んでいただけるとありがたいなと思います。でまた今日はいろんなお話あるかもしれませんが、蒲生公って40歳で亡くなってるんですよね。でどんなふうにして亡くなってるかっていうのはお話も多分あるのかなと思います。京都にあります大徳寺の大梅院さんで2月7日に毎年法要があるんですが、そこの小林ご住職は毒殺をされたというふうにおっしゃっておりましたので、私もそのように思ってましたし、ある小説読んだときはそんなふうに書いてあったんですが、まあ、いかがかということで、後ほどそれぞれの皆さんからお話を聞いていただければと思います。結びに日野町と松阪市のさらなる発展と、講師の皆様の一層のご活躍、そしてご来場の皆さんのコロナに負けない正しい生活様式を行っていただいて、ご健勝であることをご記念申し上げまして、ご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。会津祭り協会会長室井翔平会津若松市長よりご挨拶を申し上げました。それではこれより講演会に入らせていただきます。ご講演のトップバッターは、蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言都市の滋賀県日野町よりお越しいただきました、日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財ご担当の振門拓也様でございます。はじめに振門様のご紹介をさせていただきます。振門様は1969年広島県福山市でお生まれになりました。兵庫県夢崎町教育委員会の嘱託を経て現職にいらっしゃいます。振門様は考古学をご専門とされ、滋賀県東部地域の中世城郭をはじめ、守護大名の京極氏や蒲生氏、日野町ゆかりの戦国武将に関するご研究を行っていらっしゃいます。また幕府遊撃隊ゆかりの古流剣術である三重県無形文化財亀山藩御流儀神妙刀流武芸型保存赤新会会員として、保存伝承活動にもご尽力されております。さらにご研究の成果としまして、近江の山城を歩く図説中世城郭辞典2、3など多くのご著書がございます。それではお待たせいたしました、皆様大きな拍手でお迎えください。滋賀県日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財ご担当の振門拓也様でございます。それでは振門様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、滋賀県の日野町教育委員会の振門と申します。今日はですね、ゆかりの地のお話、トップバッターということで、まあ、時間は私与えられて20分ほどでございますけれども、日野町において、氏郷さんがどういうことをされてたのか、もっと具体的に言いますと信長の時期の氏郷さんですね、このお話をちょっとさせていただきたいと思います。それではですね、近江の国、近江の国分かりますかね。私もともと先ほどご紹介あったように広島の生まれですので、同級生がですね、どこにいる、滋賀ってどこよ、琵琶湖というとやっと分かってくれるという感じになります。琵琶湖のおる滋賀か近江の国から参りました。で、今ですね、出ておりますのが、まあ、幕末ぐらいですね書かれたものですけれども、氏郷さんのですね、まあ、錦絵になります。ちょっと若かりし頃のイメージということで出させていただきました。それではですね、まあ、私もこういうお話とかさせていただいているときによく言われますのが、一言で氏郷さんどういう人物ですかっていうのを聞かれます。当時実は一言でまとめましたのが、この画面に出ているルイス・フロイス、宣教師のルイス・フロイスの言葉があります。近江の国には安土山の町が築かれていたところからあまり隔たらぬ地に高貴な身分の一武将がいた。彼は同国の3分の1ないし4分の1くらいを領しており、その血筋よく裕福であったために信長は自らの娘を彼に嫁がせた。本当にうまくまとめてます。まあ、実際のですね、石高から考えるとですね、
近江の国、江戸初期でも70万石ぐらいあります。3分の1、4分の1というのはちょっと大げさですけれども、イメージ的にはやっぱりですね、まあ、裕福だというイメージ。そして何よりも大事なのはここに出てきます、信長の娘婿であるということ。当時から宣教師にも意識されていたということになります。下の写真は日野の町をですね、東に位置します鈴鹿山系の一つ綿貫山から見た形になります。谷筋の中にそれぞれですね、蒲生氏であるとかの、まあ、城が作られたりしています。まあ、こういう土地柄のになります。さて、じゃあその氏里さんが生まれた頃の蒲生さん、蒲生氏自体はどういうものだったかというのをご覧いただこうと思います。まあ、これも皆さんご存知かもしれませんけれども、1556年弘治2年にですね、父親蒲生片秀、そして母後藤氏ですねの間に誕生したと言われております。で、当時蒲生家ですけれども、おじいちゃん祖父の貞秀が近江守護六角氏の年寄り、これはいわゆる家老ですね、重臣として、まあ、重責を担っていた。で、それに伴いまして氏里のお父さんの片秀もですね、まあ、重臣としての道をですね、まあ、進んでいたという状況でした。左下、日野の菩提寺法雲寺にあります片秀さんのお墓になります。右側はですね、これも氏里の菩提寺でもあるんですが、日野の信行院、信楽院と書いて信行院と呼びますに伝わりますおじいさん貞秀の肖像画になります。まあ、こういったところで六角氏の家臣として生まれた頃の蒲生氏があったということになります。さて、先ほど市長さんからのお話でも出ました、氏里さん文武両道だと言われます。じゃあまずですね、その文の方から見ていきましょう。で、実は氏里が初めて記録に、当時の記録に現れるのがこの出しました里村上派というレンガ種のですね、上派富士見道の木という文書になります。A60 年1567年のことですけれども、まあ、これはですね、里村上派というレンガ師、当時一流のレンガ師さんが京都から富士山まで、行く、で富士山で、まあ、参詣するという形を取るんですが、行く途中途中でですね、有力武将とかの接待を受ける、で、いろいろお話ししたのを日記に残してというものになります。で、琵琶湖の方からですね、まあ、やってくるんですけれども、日野について蒲生兵衛太夫、これ片秀お父さんになります殿が、ひいひいおじいさん、四代前のおじいさんになりますけど、知観貞秀さんのところに行きましてですね、で、これ日本史にも出てくる人物なんですが、応仁の乱ぐらいから活躍してたレンガ師の宗義さんですね。四代前はそのレンガ師宗義さんとの交流があったということになります。で、葬儀が蒲生貞秀に与えたと言われる古今伝書、要するに古今和歌集の、まあ、読み方とかの教え本ですね、教本で、そのことについて、まあ、語り合ったと。で、歌を読んだりしてるんですが、この時に出てきます、嫡男鶴千代殿、深夜までご長座ありて、しゃくとりしゃくとり歌いたまえり。つまり嫡男の鶴千代、氏里の幼名ですけれども、鶴千代がですね、まあ、深夜まで、お酌を、まあ、してくれたと、長時間お酌をしてくれ、で、その途中途中で、まあ、本当に歌なのか、それとも和歌でも読んだのか分かりませんけど、まあ、歌っていた、賢いなっていうような感想を書いたものが残っています。実はこれが氏里が初めて記録に現れるものになります。先ほども言いました通りですね、四代前の人物がすでに当時一流のレンガ師と交流があったということになります。で、この知観貞秀という人物なんですけれども、自身もですね、新撰筑波集という歌集に5つ歌が選ばれるぐらい、結局詩人でもあったということになります。それと、これあまりですね、こちらまでなかなか伝わらないかもしれませんけれども、近江というのはですね、猿楽
中世猿楽というものがすごい盛んな地です。日野のすぐ北に位置します東近江市というのがあるんですけども、そちらの大森というところでもまあそういう座があったということで熱心な地でした。まあそういうのもあったんでしょうね。これ皆さんご存知でしょうかね、文禄2年1593年に豊臣秀吉が主催して初めて武家が天皇家ですね、御所で能をします。金中能というのが行われます。そこで鵜飼という演目を演じて、高評価を得ております。これ10年ほど前にですね、京都の方で演じて、いただいて、写真をいただいたんですけれども、まあ、閻魔大王ですね、まあ、こういったものを演じて当時の能の批評家からこれ見事なりという言い方をしています。うまいなっていう表現を得たと、まあ、そういうような文化面の素養があります。市長さん言われました通り文武両道と言われますよね。結局それはですね、よく考えてみますと、今お出ししましたようにですね、宇治里までつながってくる、そもそも蒲生市に流れる、まあ、文化人としての血筋といいますか、この素養というんですかね。でそれが生まれた時から育っていく中で、ああやっぱり自然と身についてきたのかな、まあ、そういったふうに思われるのが宇治里の文化面、まあ、文章といいますかとしての気質に表れているのかなというふうに思われます。さて一方ですね、文武というからには武の方です。実はこれが当時すごい評価を得てます。皆さんもよくご存知だと思います、信長の下で、日々戦い抜きます。1569年に伊勢で初陣というふうに伝わります。まあ、その時には元服しまして中三郎松秀と名乗り始めた。翌年から見てください、元亀元年、越前攻めですね、これ若さで、天正元年宇治牧野島城、ちょうどドラマ大河ドラマに出てきますよね、足利義昭が信長に反抗したところになります。そして伊勢長島の一向一揆、そして有名な長篠の合戦ですね。で伊丹城摂津有岡城攻めで、伊賀平定戦、甲斐武田攻め、教科書に出てくるような大きな戦に転戦しております。左下の写真は初陣の時に宇治里が着用したという甲冑が菩提寺神宮に伝わっております。これ桃成の兜ですけれども、まあ、こういったものを身につけて信長の命のもと各地で転戦しておりました。そうした中ドラマどうなるんでしょうね、1562年天正10年の6月2日本能寺の変が起こります。でこれもですね、有名な記録になります。信長の伝書であります新潮後期ですね、そこに出てきますけれども、安土城二の丸お番衆の一人、二の丸の、まあ、留守役ですね、留守役の一人であった父片秀、明智光秀には応じなくって宇治里をですね迎えに来させています。これ腰越という場所、地名で言うと分かりにくいんですが安土城の麓です。もう要するに安土城まで迎えに来させて信長の妻子を日野へ避難させたというふうに伝わっております。そしてこれがあまり知られておりませんが記録で残っております。ほぼ同時、徳川家康と一向宗本願寺建女にですね、光秀を打倒するように手紙を送っています。その返ってきた手紙というのが現在日野の方でですね、あるお寺に、皇居寺というお寺に所蔵されておりまして、滋賀県の文化財にもなっているんですけども、そういうふうにですね、即日もう信長の仇を報じてくれというような手紙をお父さんが打っています。これ間違いないのが、光秀のもとにですね、朝廷から使者が、まあ言ったら お祝いの使者が訪れるんですけれども、光秀はその時に日野蒲生一人未だ出頭せずというふうに言ったと、この時の使者の記録にあります。つまり蒲生さん、宇治里片秀は日野に籠城していたということが確実に分かるということです。そしてもう一つ大事なんですけれども、実は祖父貞秀から片秀に家督を譲るのは信長が上洛してきたら直後です。今度は
忠秀から氏里へはまさにですね本能寺の変の直後に、もう家督を譲っています。本当にこうきちっきちっとこの辺は折り目を正していくっていうのがこれで分かります。6月10日ですね、もう1週間後ですけど、6月10日には近江八幡市の長明寺というところに氏里が禁税を出している、まあそういったですねことが分かりますので、まあ繰り返しになります、折り目正しく蒲生さんっていうのはけじめつけていくっていう、まあそういう気質っていうのがこれで分かります。さて戦の、まあこういう戦に行ったっていうのは分かったんですけども、いろんな伝説を生んでおります。その一つ、氏里が武将として、まあ、猛将として恐れられたというのが実は地元で伝わっております。天正11年、これはですね教科書で言いますと賤ヶ岳の合戦というのが行われます。で、実は賤ヶ岳合戦で次にご紹介しますけれども、小牧長久手の合戦で、もう一つ関ヶ原の合戦、いずれも前哨戦は全て三重県伊勢の地で起こります。全て天下分け目になりますけど、この天正11年もですね柴田勝家に対つきました伊勢長島の滝川一政、要するに柴田対羽柴秀吉、後の豊臣秀吉の戦いですけれども、この柴田方の滝川がですね挙兵します。で、この時にこちらではですね、氏里が奥州に来た時には白川の上昇になります関一政親子、関家のもともとの地でありましたこの亀山とかですね、この伊勢の地なんですけれども、実は関親子は正月ですので秀吉のところに年始の挨拶行ってました。その感激を塗って峰とかですね甲亀山兜というこの辺の城が全て滝川に襲われまして、ダッシュされます。すると秀吉はこれ日野です、中野城日野城安楽越えという峠を通って峰城攻撃に氏里とかあるいは弟の秀長とかを向かわせて峰城を攻撃します。峰城自体は一月後あるいは二月後なんですが、まあ兵糧が尽きて落城するというのがこれが天正11年。さらに、まあ、この時なんですけども、どんな戦であったのか記録が残っています。秀吉の書状です。まあ、ここにですね峰亀山甲府という3つの城を取り囲んだという書いてあります。問題はですねこの辺なんですけど、亀山総町つまり城下町はもちろん羽城砦でですねまでことごとく放火です。で、金堀という鉱山の妊婦さんみたいな形になりますけども、要するに穴を掘って東西の櫓をこれ余ったですね多く掘り崩し、で塀もまあ掘り尽くしとかいろいろ書いてあります。で、さらにこの峰城に関しては弟の秀長小一郎以下筒井とか長谷川とか、ここに蛾中座蛾毛中座風呂ですね氏里が行ったというのはこれでも分かります。残らず放火している秀吉軍としてかなり過酷な戦をしたということになります。で、これは今伝説でも伝わっています。本当はまあ秀吉勢ということなんですけれども、氏里の恐ろしさとしてですね偏方寺不動院というお寺に伝わっている言い伝えです。で、この戦の時に、不動院は焼失しまして、で本尊の不動明王は打ち壊されて橋板にされたというふうに伝わっております。で、実際ですねこの時の不動明王残穴、この部分ですけども、旧本尊として不動院に今安置されているというような、で、このことが今でもですね、この地方では子供が言うこと聞かないとガモジが来るというふうに脅します。で、まあ全国的にもですね、いろいろな言い方するんですけど、この地区ではもうガモジ、それを氏里だというふうに言い伝えがあるということになります。ただし嫌がられてるんです、怖がられてるんです。ここはまあ違うんですけれども、こういったことで恐ろしさを伝えます。援軍に来たんですけどね、気の毒なことに。大事なのはこの年からですね飛騨守を称してます。ただこの年だけで終わったらひょっとしたら伝説にはならなかったかもしれません。翌年なんです。続きまして天正12年3月、今度は関守信の要請にですねよりまして、秀吉は信雄が敵対するんですけれども、これに関して、まあ要するに援軍をですね派遣してもらいます。秀吉から援軍をしてもらいます。で、これは関さん頑張りまして、数日で峰城を落とすんですけども、この時にも合肥ですね、
蒲生飛騨氏真が、まあ、先人として秀吉軍として救援に駆けつけてる。皆さんもどうでしょうかね、たまたまですけど2年連続ほぼ同じ年に同じ人物に攻めてこられて、それで火かけられたらそれは記憶残りますよね。おそらくそうしたものが蒲生氏という伝説も含めて伝わっていったんだろうなということです。さてその武勇ですけれども、ここがポイントです。先ほど飛騨の神を名乗るのは天正11年から伊勢に移った翌年天正13年までです。秀吉からは羽柴の名字を拝領します。さらに天正14年以降は侍従になりますので羽柴松ヶ島侍従ということで手紙にも出てきます。だから蒲生氏真が蒲生飛騨守とその後名乗ることはないはずなんですが、氏真が亡くなってもう30年以上経ったこれ徳川の時代です。徳川実記という徳川の伝承になりますけれども、その中にですね1626年の記録、これは旧北条家家臣でありました富永重吉という人物がですね三代将軍徳川家光に謁見した時の話です。で、まあ、ここにですね氏康氏政からっていうことで、まあ、家臣だったということが分かります。で勘定腰刀、まあ、履歴書みたいなものと刀を見せた、並びにその身分取りせし蒲生飛騨守氏真が槍をご覧たま、戦で槍を分取ったんだ氏真の。でこの時に使われているのがもう飛騨守なんですね、蒲生飛騨守ですから。そういう意味も考えましてですね、やっぱり天正11年この時期というのが地元だけではなくって、武将たちにも記憶として残る。じゃないと将軍にそれを披露したところで自慢になりませんよね。あの氏真から奪ったんだ、飛騨守からと、まあ、そういったものが出てきます。で、まあ、そういうことでですね、この若松の地のもう過ぎた時代になってましたけれども、まあ、ゆかりの地ということで今日ご案内していただきましたので、最後にゆかりの部分、こちらの方でご覧になったことがないかもしれませんね、地元に伝わる蒲生氏時代の城下の絵図になります。1856年、よく見といてくださいね。この部分、綿向神社という大きな神社の参道沿いになります。でここを拡大します。若松の森というって書いてあります。1856年、この時になってもですね、こちらの会津若松の地名のもとになりました若松の森というのが地元でやはり認識されていたということになります。まあ、こういった面も含めましてですね、今回みたいなまあ、ゆかりの地をつなげていろんなところでお話ししていくっていうのは私にとってもやっぱり意味がありますし、でこういう機会じゃないとなかなか見ていただけないようなこう資料にもなっております。じゃあお時間も来ましたのでですね、ちょっと拙いお話でしたけれども日野のちょっと裏話楽しんでいただけた方ら喜ばしいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日最初のご講演は滋賀県日野町教育委員会生涯学習課歴史文化財ご担当の振門拓也様でございました。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。それではこれより次の準備を整えますので少々お時間を賜ります。はい、それでは大変お待たせいたしました。続きまして蒲生氏真公ゆかりネットワーク共同宣言都市の三重県松阪市よりお越しいただきました蒲生氏真公奉賛会事務局長小野寺仁様にご講演をいただきます。小野寺様は1948年三重県松阪市でお生まれになりました。小野寺様が所属されております蒲生氏真公奉賛会は氏真公ゆかりの滋賀県日野町、三重県松阪市、そして会津若松市のそれぞれの蒲生氏真公顕彰会で構成される蒲生氏真公顕彰会ネットワークが中心となり、氏真公と縁の深い茶道三千家家元の賛同を得て2016年10月24日に設立されました。また小野寺様は有限会社
三重電気商会の代表取締役というご多忙のお立場におられる中、長年蒲生氏郷公の検証にご尽力され、蒲生氏郷公検証会ネットワークの事務局長としましても、さらに一般社団法人松阪市観光協会副会長の要職にも就かれ、松阪市の観光振興など幅広くご活躍されております。それではお待たせいたしました。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。三重県松阪市蒲生氏郷公奉賛会事務局長、小野寺仁様でございます。小野寺様、よろしくお願いいたします。こんにちは。先ほどご紹介いただきました小野寺でございます。大体、経歴なんか、ご紹介いただきました、説明するまでもありませんけれども、観光協会、そして蒲生氏郷公の検証会奉賛会と、それの検証活動をさせていただいております。つまり、蒲生氏郷公を世に送り出すというどういうふうにしたらいいのかなということで、常に日頃考えながら、いろんな方面に対して活動を行っております。それで、今日お越しのお方の中でですね、まず関係者の方は別として、松阪へ来られた方っていうのは失礼ですが、恐縮ですが、手をちょっと挙げていただければ。少ないですね。でも伊勢神宮へ行かれた方ってのはあるんですよね。やっぱりね。でも松阪には寄っておられない、こういうことですね。はい。結構この、松阪へは知ってるけれども、肉は食べたよと、まあ、そういうとこですね。ですけども、今日は蒲生氏郷とこうですので、今度伊勢方面に行かれる方は必ず、まずは蒲生氏郷公松阪城というところを目指して、行っていただければいいかなというふうに、思います。それではこちらの方で、画面に沿って進めさせていただきたいと思います。まずこの一番最初に、この絵ですね。これはご存知ですか。猪木さん、これ知ってみる。知らない。皆さんこれ知ってるって方はちょっと手を挙げていただける。ないですね。実はこれ、1858年、氏郷公が松阪城に入城した時ですねの、秀吉の母大政所の方がですね、病気になったと、倒れたということで、氏郷公がそれの名を祈願にということで伊勢神宮詣をした、参りをしたという、これ絵なんですが、実はこの、右の上に書いてある氏郷公宮川行列図でも、これを描かれたのはいつ頃だと思いますか。これはですね、江戸中期1700年以降に描かれたということですね。これはどうしてかって言いますと、その1700年以降というのは元禄の後で、よく非常に平定してきたという時期になるわけですね。そういうことで、この当時大体同じ、年頃っていうか、出かけた方っていうのは北斎とか歌丸とかですね、西では、伊藤若冲とかいうのが大体同じような年頃になるわけですね。ですから、そういう絵師がいろんなこれを作って描いて、それ世に売り出した。それにのっとって、どうも作者は分かりませんけれども、これを描いて売り出したと、まあ、よく売れたんでしょうね、おそらく、まあ、そういうふうなことでこれが世に出回ってる。で、これが今どこにあるかといいますと、松阪にあります。元折記念館、元折宣長記念館っていうのは、これもご存知だと思いますけど、そこの所蔵、
一般の方が所蔵していたのを、数年前にこれを寄贈したというのがこの絵でございます。しかしこれはその当時その流行りというのがありまして、実は全く同じ絵で、頼朝大井川行列図っていうのがあるんです。これも多分ご存じないと思いますけども、これが全く一緒で一番上に富士山があるんですね。ということはこの絵が非常にどこまで出回ったか分かりませんけれども、おそらく、この版画というのは一枚制作するのに相当時間がかかりますけれども、まあ30とか50とか100しか作れないうちの、まあ、1枚が松坂にあるというふうなことに今なっております。ぜひとも松坂に来られましたら、見ていただければというふうに思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。実はこのご当地からもいろいろ来ていただいております。ただしこのふじさと祭りについては、室井さん来てもらったことないんですね。ね、来年はどうですか。60回の記念事業なんです。来年どうでしょうか。ええ、なんかこもってますね。はい、11月3日、はい、ああそうですか。ぜひとも来ていただいた皆さん方もですね、この11月3日、大体的にするというふうに観光協会委員会が進めておりますので、来年に向かってやります。ぜひお越しください。随分これが長くなりましてすみませんというふうなことで、それではですね、この先の続きに行きます。それでは、宇佐渡港の簡単に年表から行ってみます。松坂には、これですと1584年から1590年、輸出されるまでですね、これだけの短い期間です。これでどのようにまさかを影響を及ぼしたかって、これはすごいものなんですね。野球で例えますと、まあ、先発が日野さん、それから2番手が、松坂、ですね、セットアッパー、それから3番手がクローザー、会津若松というふうになりますけれども、まあ、最近でも野球でも、セットアッパーというのは非常に大事なところであります。ですから松坂においての宇治里港のこの検証、業績がですね、功績が非常に後につながったというふうに考えております。でこの84年に近江の国日野城からの松坂へ移封されるわけであります。まあ、南伊勢12万石というふうな、石高になっておりますけれども、まあ、これも、いろんな方がありまして、先日もお寺さんで移動させられたお寺さんで、記録を見ましたら、16万石というふうな表示もありました。どれが本当か分かりませんけれども、まあまあそのような石高で松坂に着いたというところですね。それから、1585年には岐阜山に入信をしております。岐阜山大名としても有名 ではありますけれども、まあ、そういうふうに入信をしたと、まあ、そして、これでは一応松坂城は作られるわけです。今は松ヶ島城になります。ですからその間に85年から88年に間にいろんな材料で準備をするわけですけれども、よくこのどうして松ヶ島城から松坂城になったか、移動したのかっていうのが、これもいろんな説があります。大地震があって、お城が浸かったっていう数メーターの、津波によって、まあもちろん今の護岸と違ってですね、アスファルト、コンクリートじゃありませんから、松並木の普通の、岸辺になるわけです。ですからちょっとやっぱり、台風とか嵐が吹くと、常に、
埋まってしまうと、水で埋まってしまうということから、もうすでにその時には準備かかってたと、その前からかかってたということになろうかと思います。宇里港は先ほど振り方の方でも紹介ありましたけど、ウィーズインがこちらでありました。その時には当然松阪島城へ来てからウィーズイン、岡八城攻めっていうのがあるわけですけども、常にこちらの地域には来ておりますから、十分に地理は分かっているわけですね。ですから今の現在のこの松阪島城では、これはまずいと、ここではまずいよというところで、今度後でまた見ていただきますけども、そちらの方へ移動するという準備がもう来た時から始まっていたんじゃないかというふうに私は考えております。それが、それで1588年に、全部完成ではありませんけれども、一応そこで、松阪城、名前を松阪と名を付けて入城したというのが1588年ですね。それから次の年にはもう会津へ移風という形になりました。それでは次に行きます。それが今この地図でいきますと、上が北です、西ですね、南です。松坂はここにあります、はい、あれ、中央市役所、市役所どこ行った、あ、これですね、松ヶ島というのはここに松ヶ島町ってあります。これなんですね。でこれが旧三宮古道と言われたところですね。これ街道、それから町、お寺、全部約5キロ南の松阪市役所の左になりますけども、この辺りに、全部移動という形になります。これはどうしてかっていうことなんですね。ただ単なる水の問題だけではありません。当時まだ戦国時代っていうのはお伊勢参りっていうのはそうあるわけではないんですね。でもいろんな宇里の学んできた信長から学んできたことなんかも総合して、ここじゃまずい、ここというのは、北は東海道、西は大阪奈良、東に南に伊勢神宮、これの流れは絶対来るよとおそらく見たんだと思うんですね。そうなるとここでは交差点にならんわけですね。やはりその要所というのがこの松坂になるんですね。このラインが今どれこれ心当たりだったと思うんですけども、奈良から大阪からの街道になります。でまだプラスこちらの方になりますと、紀州ですね、から熊野街道とか言われますけども、その辺がこちらへ来てて、北からはこれに沿ってこちらで、交差して、ここで宿場をしながら情報を、大阪の情報を東海道江戸へ、それから東海道、それからまた東北の方からの情報を大阪へ習えと、こういうようなことで、要のところを抑えたっていうのは宇里港ではないか、ではあるというふうに思っております。で、それも全てにおいての移動という形になりますので、おそらく一度にお城から町から人から残ったのは百姓のみというふうな、こういうことはおそらく例のないことではないかなというふうに考えております。これなんですけれども、できなか、先ほどの重複になりますけれども、松坂でしかできなかったこと、これが町中起きて12条っていうのが、12箇条っていうのがあります。そのうちの10条にこれが書いてあるわけですね。街道、町、人、寺社、すべて移動しなさいということですね。で、お城については
当然、移築じゃない移築、石垣とかいろんなものは使いましたけれども、新しく良い方の森というところに立ちましたということで、この形で宇治里港が城下の町づくりを行うというふうな形になったわけですね。それで、これも重複しますとさっきの流れですけれども、こういうふうな町すべてが、こちらへ移動しました。中でもですね、この昨日ちょっと分かったんですけれども、この曝露城っていうのもここにあるみたいですね、こちらのご当地には。で、曝露城っていうのはおそらくこの牛飼いさんがいたって間違いないんでしょうね。ですよね、はい、松坂でもそうですね、今曝露城は存在しますが、当然そういうふうなものはありませんけれども、一応町として残っております。まあ、この辺の名町は、あとですね、気になるというのは、そうですね、 大工さんとか、それから殿様の町とかですね、おしろい町というのは、これは、まさか地域においての、昔のおしろいですね、動乱ですね、こういうものが取れた地域はまさか周辺にありますので、まあ、おしろい町ということですね。あと、職人さんが集まるというふうな、こういうようなことで町づくり、町配置がされましたということになります。で、お寺に関してもほぼ全部来ております。で、それでそこへ招聘した商人より開かれた町っていうのがあります。これが日野から来た日野町じゃないし、松坂では日野町というふうに、言います。で、港町って伊勢の大港、港町もこの中に存在するわけですけど、これは角屋七郎兵衛という、当時交易をやっていた。これは信長の時代からバテレンからですね、いろんなその東南アジア系で交易をしておった角屋七郎兵衛、それを、港町へ、招致した、招聘したというふうな、こういう町づくりになるわけですね。こういうことで、松坂の城下の町を作り上げていったということになります。で、これ昔の図ですけれども、さっきのこの石、これちょっと分かりづらいですね。こういうふうなものが三井文庫にあります。で、今現在松ヶ島城というのはこんもりとこう持ってありますけれども、こういうのは原始点になっていますが、ちょっとこういうふうにここでしたよというふうなもので、あと、城跡ということで残っております。で、ナマズ王の兜、こちらの写真はですね、先ほどの映像にもありました、宇治里祭りには必ず宇治里公が、馬に乗って、で、このナマズ王復元をまと、って、行進するというふうなことです。このナマズ像はこちらご当地のナマズ像ですね、なんかツバメの尻尾ですけれども、これをナマズといったみたいで、ちょっとこれはあまり分かりませんけれども、まあこういうふうなことで、流れとしては来ております。その次、このどういうふうな お城だったかって、上から見るとこういうふうになっております。この城壁っていうのは天守台、ここに天守台跡っていうのがあります。これが本丸になります。はい、で、天守台に今当然乗っておりませんけれども、まあ、天守閣があったということになります。で、この、石垣においては、日本の石垣100のランキング今20番切ってるんじゃないかなというほど非常に石垣はきれいだと。松坂に来られて見られた方はお分かりだと思うんですけれども、非常にこの、整然ときれいに収まっている石垣ですね。で、まあ一度ご覧になっていただくといいかなというふうに、これは松坂城跡の写真になります。上空写真ですね。それから、
次に参ります。これが伊勢の国松坂古城の図、これなんですけれども、城と町ですね、町づくりをしたという、これが正法の確か1650年ぐらいですかね。ですから相当後に描かれた図なんですね。どうしてこんだけこれを作るのにタイムラグがあるのかなって、ちょっとはっきり分かりません。また教えていただく方があればと思いますけれども、なかなか答えが入ってきませんけれども、これが松坂図、北はこちらです、向こう西になります。で、これが移動したという部分の、これが三宮街道ですね。三宮街道、これが大手門になります。こういうふうなところで各町が配置されます。で、各町の、その切れるところ、これがですね、ちょっと色が違います、灰色ですね。これが瀬割り排水って言うんですね。これはいまだに今これ流れております。これ町の区分をつけるというところと、各通りからの、排水はこれに流しておった。前には流れないですよというふうな瀬割り排水という、こちらにありましたっけね、そういう仕組みがあったことがちょっと分かりませんけれども、まあとにかく新しく全てをしたものですから、宇佐渡港のシナリオに沿ってこういう形に町づくりがされたということになりますね。でこの町、この三宮街道と言われたこの道ですけれども、ちょっとあまり分かってないんですけれども、まあ、これは魚井川っていうんですけれども、これが三宮街道、後にお伊勢参り、おかげ参りというふうなところで、江戸の中期にはですね、約20万人が多いときはこの道を通った、1日2万人通過したという、往来したというんですね。すごいですね。まあその当時ですと、大体伊勢神宮参り、おかげ参りが200万人というふうに言われたんですかね。そういうふうな街道になっております。でここは直線では結んでありません。これはどうしてかって言いますと、直線で見えると歩いてる方がこの心理的に先を目指すというか、やはり、その辺のプレッシャーがかかるというんですかね。それで見えないように曲がってます。実際にはもう少し曲がってるんですけどね、この曲がってる中で、道の構造っていうのがちょっとまた後でも出ますけれども、こちらが、ここにも書いてありますかね、ノコギリの花のようにというふうに書いてある。これも見られたことあると思うんですけどね、これは軍事目的というふうに、これは一般的にはガイドボランティアの方々も説明をしておりますが、これはね、やはり信長からのいろんな学びから、私の周辺でもそうですけれども、軍事目的とは言ってないんですね。このノコギリ状のはちょっと言葉で差し入れたのですいません。まっすぐ、こちらまっすぐじゃないんですね、こういうふうになったんですね。クランク状になって、こちらとこちらとお互い、そうしますとこの軍事目的っていうと、よく説明、まさか来ていただくと説明されると思うんですけども、武者隠しという言い方をします。まあ、これは、約1メートルぐらいのものなんです、広くても。そこに敵が来た場合に、およそ3軒ぐらいの間隔でこうあるわけですね。そこへ2人ずつ隠れたって知れてるんですよね。大勢が来た場合にそれを立ち向かうことができるか、これはおそらく無理じゃないか。そうしますと、おそらくこの
先読みとしたあのここを通往来する方あのへこんだとこっていうのは全部看板立てられるんですね。そうするとこちらから来ます、そうすると先々何屋さんがあるかなってこれみんなわかるんですね。おそらくそういう考えでもってこれをのこぎり状にしたんじゃないかな。だから行きはこちら左側、帰りは右側というふうな、こういうふうなところで何屋さんがどこにあるっていうのがおそらくこれ大体100メーターぐらいですね。100メーターぐらい見えるんですけど、100メーターから向こうは曲がってるんですね。また100メーター、150メーターと左へ曲がってると、こういうふうな構成になってるんですね。ですから、往来される旅人に、この町に寄っていただく、見ていただく、また物を買って帰っていただく、まあ、そういうふうなこの街道の形状にしたんではないかなというふうに、私たちは考えております。まあ、そういうふうな町づくりを、もですね、やはり信長ここからのいろんな学びのところだというふうに思います。すみません、あまり時間がないようで、この先ほど言いました12箇条、これも、まあ、こういう読んでいただいてお分かり、まあ、これがさっきの10条ですけれども、たくさんありこれの資料もありましてまたお渡ししたいと思いますが、それから、これが復元図という、これもその当時の描かれたこの、外堀からの感じですね。それから、この本丸、これは全くさっきもありませんが、これは、こちらによってですね、創造図という部分、まさかでも30年前にこれを建てよう、いろんなぎくしゃくしたことがありますが、やはりこれは復元ではない、それが図面がありませんので、ですから反対やらいろいろで結局ポシャってしまったんですけど、その当時12、3億だったと思いますけれども、予算というか一般の方から募集してというようなことで、のがこの復元図というふうに書いてありますけれども、創造図になります。まあ、こういうことも、過去30年ぐらい前からありました。それから、本丸跡をですね、この本丸跡になります。ここら辺で、金箔のこういうものが出てきております。というふうな内容、ちょっとだいぶちょっと飛ばしてしまいましたけど、もっといろいろお話ししたいんですけど時間がございません。あとこの後はですね、ご当地の高橋さんにバトンタッチをさせていただくということになります。ちょっとすみません、内容的にあそこへポイントをもう少し行きたかったんですけれども、これで、一応終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのご講演は、三重県松阪市蒲生氏郷公奉賛会事務局長、小野寺仁様でございました。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは、お待たせいたしました。福島県立博物館専門学芸員の高橋充様でございます。皆様、大きな拍手でお迎えくださいませ。高橋様、よろしくお願いいたします。高橋と申します。よろしくお願いします。 ありがとうございます。今日は福島県立博物館というよりは会津若松市行仁町に住んでいる高橋充としてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今のまでのお話の続きとしてですね、会津時代の、蒲生氏郷公についてお話をしたいと思います。喋った方がいいのかな。はい。そうですね、ポイントお話のポイントを最初にお話申し上げておいた方がいいかもしれませんが、会津にいた時代というのは、実は、5年間という大変短い年月でございまして、でさらにそのうちですね、この会津の地に
いた期間っていうのは本当に短くて、合計しても1年ぐらいしかならないんじゃないかって言われています。で、まあそういう前提でお話をしたいと思いますし、ポイントとしてはちょっとここに挙げた3つ、家臣とともに大宇の地へ来たということと、城づくり町づくりということ、それから3番目に短かった治世ということでお話をさせていただきたいと思います。それでその5年間と短かったということで、私も前からそれは分かっていたのですが、今日最初の振門さんのお話を聞いて、なるほどなと思ったんですが、なぜ5年間でさらにその間いる時間が短いかというと、やっぱり遠征して戦いに行っているのがとても多かったということなんですね。これは会津時代も変わりませんで、会津に来た時が天正18年、ですね、今から430年前、先ほどお話あった430年前という時 でこの年、来た年にもうすぐに北の大崎火災一揆というの一揆を収めるために北に遠征しています。だいぶ北の方まで行ってちょっとね、閉じ込められたりして大変なことになるんですけれども、そんなことがあって、で翌年天正19年という年ですけれども、その年にはもう一度、岩手の九戸というところに戦いに行ったりをするんですね。そんなことが北に向かってまた戦いが続いている。これは最初のお話の、いろんなところに各地を転戦していたというお話とつながって、それは会津の時代でも変わらないんですね。さらにその後には、九州肥前名護屋というところに行きまして、これはなぜかというと、朝鮮出兵といって大陸に攻めていくということを秀吉が命じてやるんですが、この朝鮮出兵に、まあ、命じられて九州の陣地で、なんていうのかな、守るようにということで命じられて、そこまで出ていくわけですね。そんなことで九州まで行くので、また、出かけている期間がない。その間に京都や大阪にも寄っていますから、本当に地元にいた期間というのは短かったということですね。はい、まあ、これが会津の時代の一つの、まあ、特徴なのかなというふうに思います。で、そうは言うもののですね、よいしょ、やってきて、今お話ししたように、これ来るのがちょうど天正18年という年ですが、この年はいろんなことがあって、豊臣秀吉が会津にやってきて、で大牛置きというのをやるんですね。東北の大名たち全部こう処分をして配置替えをしていくわけで、この時に秀吉は抜擢されて、会津の地を配慮するということになります。それまでいた大名の配置が、大牛置きという天正18年を境に、それがあるか、その翌年のですね、19年の再始置きを境にして大きく配置替えをされるということで、まあ、一番大きなところで言いますと、まああれですかね、その前に会津まで攻め込んできていた伊達政宗ですね。これが秀吉のもとに小田原に参陣をして、会津の領地は返上するということを申し出て、で米沢に引っ込んで、そしてそこに蒲生内里が入り、でその翌年にはさらに政宗は岩出山という宮城県の方まで領地を変えられるようになるわけですね。まあ、伊達政宗が随分こう押し込められて、そこに蒲生氏郷が入ってくるという、そういうことがこの天正18年から19年にかけて行われるということです。で一方、もう一つ、その北の方ではそういう動きに対していろんな反発が出てきまして、一揆が起きたりするので、これを氏郷は治めに行かなければいけないということで、先ほど言ったように2回の遠征をしているという、そういうことになります。はい、結構会津に来てからも忙しいんですね。大変それはずっと続いているという感じです。で、今回は氏郷公のお話が中心なわけですが、ちょっと気をつけていただきたいなと思ったことの一つが、一緒に家臣たちもいっぱい連れてきたんだということです。
内里が単独で若松に会津に入ったわけではなくてですね、たくさんの家臣を連れてきて、それから多くの家臣をここで召し抱えていたというのもこの会津時代の大きな特徴なのかなと思います。ちょっと地図が小さくて見えないかも、見にくいかもしれませんけど、真ん中に猪苗代湖があってですね、左の方が会津ですけれども、四角で囲っているのは何々郡という、まあ、地名のようなものですけれども、でそこにですね、それぞれ、まあ、拠点になるお城がありまして、そのお城に、家臣の主だった人たち、重臣たちをこう配置していくわけですね。あの先ほど、振り門さんのお話にあった、関氏というあの家臣、まあ、古くからの家臣だと思いますが、そういう人たち、その人は、白河城に入って白河城を守れというふうになります。それから、蒲生を名乗る家臣は何人かいますけれども、蒲生源左衛門という人は、赤穂ヶ島というあの郡山のあたりのお城に一度入って、で天正19年になると今度は北の白石というところにこう入るような形で、今でいうと会津中通り、それで北の方は宮城県の北部の白石のあたりまでですね、それから山形県の米沢とか、もう少し北の置賜地域あたりまで、蒲生氏の領地になって、そこに、家臣たちがいろいろ配置されてお城に入るような形になって、この辺りを治めるような形ができるわけですね。まあ、蒲生領国、蒲生王国と言ってもいいのかもしれませんが、若松城本城として各地のお城に重臣を配置して、領地を治める。でしかもこの地域がこれだけ広大にまとまった時期っていうのは、実はこうずっと歴史を見ていっても意外に短くてですね、このあと上杉氏の時代にはこういうふうに続きますけれども、その後、江戸時代になると各藩がそれぞれ分かれてしまいますので、みんな分割されまた分離してしまうんですけれども、この時期は蒲生の領地として一つにまとまるという、そういう時期になるんですね。でそこにたくさんの家臣たちが、一緒に移ってきていたということになります。あの日野からずっとついてきた家臣たちもいれば、それからその途中途中で線香を上げて召し抱えられた家臣たちも いました。それから、まあ、会津に入る直前にここで大きく石高が上がって領地も広がりますので、ここで抱えられた家臣たちもいたと思います。ともかく多くの人がこの時に、この地域に会津を中心に、やってきたんだということ、氏里だけではないんだということをあのちょっと気に留めていただければと思います。でこれはちょっともう細かい話に飛ばします。で先ほどの例えば北に行軍する時には、その家臣たちが隊列を組んで行軍していくわけですね。その行軍の様子を書いた陣立てっていうのが残っていて、1番目から2番目ずっと順番に書いてあって、この家臣の名前が書いてあるんですが、まあ、こういう順番で北に向けて行軍をしていくっていう、まあ、こんなかなり大変なことをここではやっていたということになりますね。はい、ということです。これがまあ1つ目のお話になります。それから2番目のお話で、会津にいた時代は城作りや町づくりを行った時代だということです。これはあの2番目の先ほどの松坂のお話とだいぶつながってくるのだろうと思いますけれども、まずお城については、先ほどの最初のお話にもありましたが、まあ、この地、お城を新しく築くにあたって、若松という名前を城と町つけたというのがまず一つありますし、ここに新しくお城を築くわけですね。お城は、まあ、伊達の時代、芦名の時代に黒川と呼ばれたお城があったわけですけれども、そこをまあ大きく作り変えて、まあ、天守の立つ、高層の建物の天守が立つ、お城、そして石垣ですね、石垣を持つお城、そういうお城に作り変えていくことになります。ちょっとぼやけてて見えにくいかもしれませんけど、今のこれもあの先ほど松坂の時に出た正方絵図の部分なんですけども、真ん中に本丸があって二の丸三の丸、
で蒲生の時代には北出丸というよりは馬出しというふうになっていた、形が少し違っていたようですけれども、北側の馬出し、西側の馬出しのような、部分を持つようなお城の形が、まず作られていくわけですね。でこれも多分大変画期的なことで、それ以前にはこんな高い建物は作っていなかったわけですし、石垣も高くこうやって積んでいくっていうのもそれまではなくて、そういう技術を持った人を連れてきてここで作ったっていうことです。で、まあ、いろんなお城を見て氏郷はこういうものを作っていったんだと思いますが、先ほども言ったように九州の、肥前名古屋というところに全国の大名が集められてそこに陣地を作るんですが、そこをこの前私ちょっとたまたま見学に行かせてもらって写真を撮らせてもらったんですけど、肥前名古屋のお城っていうのもなかなか石垣を多用したお城で、ちょうどこの、あれですね、文禄の駅の時に作られるわけですけども、まあ、これなどを氏郷は目の当たりにしているわけで、こういうものを見ながら、自分の国のお城、若松に新しいお城を築いていくっていうことにしたんだろうと思われます。それからお城のことはですね、どうも、まあ、中心部分がいつも言われるんですけども、江戸時代まで続くお城の特徴はですね、その外側に、まあ、外郭といいますか外構えといいますか、外堀がぐるっと一回り巡っているような構造を持ってるんですね。ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、これも先ほどの商法の絵図と同じ時期の若松城の絵図ですけれども、まあ、これを見ると、さっきの本丸二の丸とかって言ってるのは外側をぐるっと一回り、堀と土塁がぐるっと巡っていたということが分かります。で、閣門といって門が16ぐらいところどころに出つけられていて、でそこから出入りをする。でそれで内側は主に耐震の侍屋敷、武家屋敷が並んでいて、まあ、整然と道がこう通っているわけですね、縦横に、そういう形になっていて、でさらにその外側にはいわゆる町場というか、町人とか職人さんたちが住むような町場がその外側に、展開するような、整然とした町並みが作られていくわけですね。で今でも皆さんも地元の方なのでご存知だと思いますけど、その閣門というか門の一部が残っているのが、天寧寺町口の土塁の跡とか、それから甲賀町口の閣門の跡などが残っているわけです。この甲賀町口についてはこれもあれかもしれませんが、先ほど日野町、日野町というお話がありましたけれども、もともとは日野のですね、移ってきた人の町があって日野町、日野と言われていたものを後に甲賀町というふうに移して町の名前が変わったと言われてますが、こういうのも結構前とつながっているところがあるのかもしれませんね。こんなところになります。で合わせて、町づくりの方ですけれども、外側の方にいくつか町を作って、そこに町人職人をまとめて住まわせるようになったということが、あります、はいね、はい、なんかさっき排水のお話をされていましたけども、まあ、そういうのも結構面白いですね。町づくりの中でもしかしたらいろいろ継承されている部分があったりするのかもしれません。お城のこう町割りのことは、ちょっと今日はもうそんなに詳しくはお話できませんけれども、それ以前の松坂の町とか日野の町と比べてみたりとかですね、それぞれの町と比べながらそのプランですね、どんなプランで作られてどこが継承されているのかなんていうのを考えていくことは面白いことだと思います。でこの商法の絵図というのはその後蒲生氏の後に入った加藤氏の時代に改変を経て星名正幸の時代ですね、星名公の最初の頃に作られた幕府に提出した絵図なんですけれども、まあ、これをほぼ完成形と考えればこれに至るようなプランの原型のようなものが蒲生時代、氏郷公の時代から始まっていたというふうに考えてよろしいかと思います。で、
最後の3つ目のお話になります。まあ、こんなふうに5年間というのが非常に短かったという、その中で、戦いはするし、お城づくり、町づくりのプランは作るしということで、とても大変だったわけだと思いますが、そもそも5年というふうに短くなった理由というのは、結局、さっき、と言いましたけど、35歳ぐらいで、会津に入るのですが、40歳で亡くなってしまうということなんですね。40歳で亡くなってしまうこのということで、大変知性が短かったということが最後の、もう一つのポイントということになります。そうですね、先ほどの、九州に、出陣ですね、在陣していた頃から、まあ、体調が悪いということを書いてあるものもございますし、それから亡くなる前年にはですね、京都の伏見のあたりの邸宅に、まあ、秀吉を呼んだりしてですね、そういうことをやっているんですけれども、文禄4年ですかね、その年になると、体調が悪化して、京都の伏見で、亡くなるということになります。これが、まあ、数えてみると40歳ということになります。右側の上の写真はですね、これは亡くなった数日後に秀吉がその家臣の一人がもう源左衛門という人に宛てた、朱印状なんですけども、この時にですね、蒲生家の主だった家臣10人ぐらいに、先ほどのあの城持ちの家臣たちですね、このような同じような朱印状を出して、氏郷が不慮の死を遂げたけれども、跡継ぎの鶴千代を盛り立てて、みんなで支えていくように、まあ、家中がバラバラにならないようにということを秀吉自らが、家臣一人一人に対してこういう朱印状を出してるんですね。まあ、これ自体がかなり異例なことで、本当にまさに氏郷の死というのは、まあ、思いがけないし不良の死だったということが、言われています。後で死の、 あの毒殺の話とかはまた後でお話が出るかと思いますけれども、まあ、そういうことですね。で、亡くなった後にはいくつか葬られますけれども、京都の大徳寺大梅院さんにお墓があって、それから、この高徳寺もですね、御仁塔が建てられてお玉屋が作られるということが、されます。で、それから左側の肖像画ですけれども、これは、氏郷が亡くなってから20年ぐらい後に、作られた絵なんです。氏郷の孫にあたる忠里の時代ですね、忠里の頃に作られた、肖像画で、まあ、これ自体がですね、大変もう氏郷を称えた言葉を、上の方に文章でも書いてありまして、氏郷の名声というのは文武の名声、まあ、文武の名高い名声というのが、60州に及ぶ、まあ、日本全土に及んでいた、最初の紹介にもあったように文武の長けた名将だということは、この20年後の肖像画の中にもきちんと書かれていて、まあ、もうこの頃からずっと氏郷はそういう武将だというふうに捉えられていたんだということになるということが言えると思います。大変駆け足になってしまいましたけれども、会津時代の蒲生氏郷、大変短い期間だったけれども、いろんなものを、残していったんだということの一端をお話しさせていただきました。それでは私のお話はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このお時間最後にご講演をいただきましたのは、会津若松市地元行仁町にお住まいの福島県立博物館専門学芸員の高橋充様でございました。高橋様、ありがとうございました。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。なお、高橋様が手掛けられていらっしゃいます博物館の今年の夏の企画展、会津の侍文化蒲生氏郷と藩士たちの文武は、明日が最終日となります。連休最終日、ぜひ福島県立博物館にも足をお運びくださいませ。それではこれより約10分間の休憩に入らせていただきます。休憩の後3時5分より、今ほどご講演をいただいた皆様によります座談会を取り行います。
なお、休憩・退出時は人と人との距離を十分に保っていただき、密接・密集とならないようご配慮をお願いいたします。それではこれより約10分間の休憩に入らせていただきます。お待たせいたしました。それではこれより蒲生氏郷校ゆかりネットワーク共同宣言とし、三市長による座談会を開始いたします。改めましてご登壇いただく皆様をご紹介申し上げます。会場の皆様、どうぞ大きな拍手でお迎えください。滋賀県日野町教育委員会障害学習課歴史文化財ご担当の振門拓也様、三重県松阪市蒲生氏郷校豊山会事務局長小野寺仁様、会津若松市福島県立博物館専門学芸員の高橋充様、以上3名の講師の皆様でございます。そして座談会の進行コーディネーターを務めていただきますのは、会津若松市教育委員会文化課近藤正夫様でございます。ここで近藤様のご紹介をさせていただきます。近藤様は1957年会津若松市でお生まれになりました。1992年に会津若松市役所にご入庁され、若松城跡、高座市城跡、お役園、松平家墓所、城下の武家屋敷など数多くの発掘調査をご担当されました。現在は歴史ある建築物の保存活動や郷土の誇りが学べる施設、会津若松市歴史資料センター学べ庫での歴史散策講座をご担当されています。また2016年7月に放送された NHK の人気番組ブラタモリでは、城下町の痕跡を探し求めるタモリさんのガイド役をお務めになられています。また論文などでは、若松城跡、高座市城跡、食宝系城郭とは何か、黒川城、高座市城、東北の名城を歩く南東北編など、長年発掘調査などで培われたご研究の成果を示されております。それではここからの進行をコーディネーターの近藤様にお願いいたします。近藤様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、近藤と申します。どうぞよろしくお願いします。で、これからは皆様方のご協力を得ながら座談会を進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、第1部では3人の先生方からそれぞれゆかりの地における蒲生氏、蒲生氏郷にまつわるお話をいただき、新たな蒲生氏郷を知ることができたと思います。で、ここからは座談会といたしまして、各先生方には一般的にはあまり知られてない蒲生氏郷像について私の方から何点かお伺いしてまいりたいと思います。で、皆様もお聞きしたいことがあると思いますので、最後にいくつかご質問を受けたいと思いますので、少々お待ちください。それでは始まっていきたいと思います。よく私なんかも子どもたちに出前講座なんかをやっておりまして、市内の子どもたちに会津の武将で誰が好きというやつをやります。そういうアンケートを取ると、第1番目が松平かたもり校というのが多いんですね。そうすると2番人気がこの蒲生氏郷校というお話をよく聞きます。なぜそうなのなんて聞きますと、蒲生氏郷校は会津の町、城を作ったんだ、それから産業にすごく貢献した人だということで、子どもたちが結構人気だということなんですね。そういうので子どもたちの人気な蒲生氏郷についてちょっと皆様が先生方にお聞きしていきたいと思っております。
で先ほど の講演の中身と重複する部分があると思いますが、蒲生家や蒲生氏郷について、各先生方からまずお聞きしていきたいと思っております。まず日野町の振り方様、蒲生家伝来の地である日野での蒲生家ってどんな存在なのか、それから会津若松の地名は先ほどお話がありましたが若松の森、ね、とちなむと言われていますが、氏郷公の若松の森への思いと、それから日野の人にとって若松の森とはという感じでちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、今お尋ねの件ですけれども、実はですね、確かに近江の日野におりますと氏郷の話というのは小学生のですね出前講座に行ったりしていることもありまして、割と知っている。ただしそれ以上にですね、実は先ほど私もお話しさせていただいた中で出てきましたように、父親の笠秀、あるいは祖父の貞秀、四代前の貞秀、このあたりのことが割と取り上げられています。でそれは今近藤さんも言われたようにですね、会津の方では町を作ったということで子どもたちがすごく興味を持っている。同じようなことがやっぱり日野で言えるのかな。つまり実は氏郷は町を作ったわけじゃなくて、すでにですね町は作ってあったんですね。それは伝わってますのが祖父の貞秀の頃と言われております。でそういう意味では言えばですね、氏郷特定というよりは日野においてはですね、やっぱり蒲生家というものに関して畏敬の念がある、そんな感じを受けております。で、実はですね、あと若松の森の件ですけども、最後スライドをちょっとお見せいたしました。今まずですね、会津と日野って考えるとですね、本当の距離って結構700キロぐらいあるんですがね、遠いですけれども、気持ち的な印象としてはそんなに距離感がないんです。っていうのが、例えば、日野からこちらの方にはですね、毎年祭りの時に林方交流会の方が来て、お囃子を演じたりで、あるいは私生涯学習会におりますので、もう10年ぐらい前でしたかね、会津の子どもたちとの子ども会交流でですね、日野に来ていただいたりして、すっごいでっかい赤べこをいただいたりっていう記憶もあります。ですからものすごく会津っていうことはよく知っている。その中でキーワードとして出てくるのがやっぱり若松の森となります。ただむしろですね、氏郷が最後に亡くなった地会津若松ということで、まず会津若松をみんな認識している。で、それが若松の森っていうのは分かったけれども、地元でじゃあどこなのっていうのがなかなか今伝わってない。でやっと見学とかに来て、綿向神社という、先ほどスライドのですね最後の方、左上に大宮と書いてあった場所なんですけども、その参道沿いにあったっていうのが、今わずかにですねその名残を伝えるような松の木がいくつかあって、で説明板がある程度ということですので、むしろ若松の森が接点となって、会津若松と日野をつなげている印象っていうのがすごく強く感じられる形になります。ですので、まとめますとですね、日野では氏郷だけでない蒲生家歴代が何らかの形で、経済的にも貢献したとかいうことで、検証されている。で若松の森というのは、それが会津若松の地名になったというのは地元でも認識しているけれども、それだけではなくって、普段の学校での出前講座とかを通して、もともと会津若松というものにも認識が広がっているという、そんな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ松坂の小野寺様にご質問いたします。松ヶ島も含めてなんですが、やっぱり氏郷にとっては洗礼を受けたりとか、それから橋場制を受けたりという重要な場所ということは間違いないと思うんですが、氏郷にとっての松坂への思い、それから松坂の人の今住んでいる方のお城への思いというのがどのようなやつなのかというのをちょっとお教えいただければと思います。
1586年、7年ですね、レオン内里という洗礼を受けるわけですけれども、松阪市内においても内里校の、レオンという、ことに関して割に知識がないというか、ことに触れて、発信はしておるんですけれども、なかなか関心を持っていただけないというふうなことで、今あんまり反応がない状況じゃないかなというふうに思います。まあ、これをいかに検証していくかということは我々の責任だというふうに思いますけれども、またそれは進めていきたいというふうに思います。それからそうですね、城への思い、はい、城への思いというのは、松坂城跡って今名前がありますけれども、我々小さい時には松坂城とは言わなかったんですね。松坂公園だったんですね。ですから小さい我々の年代、まだもう少し下もそうですけども上も公園に行こうという、これで松坂城になったんですね。ですから市民の意識としては、最近いろいろ学生、小学校なんかでも蒲生井里校の冊子なんかも作って、これは周知されておりますけれども、我々の時代の相当数においては必ず松坂公園という憩いの場であるという、まあそういうふうなイメージが強い方ですね。ですから、まあ、これは意識的にはもう今どんどん、古い人は亡くなってきますからですから、まあ今後そういうふうな全ての方が松坂城跡というふうな形で、認識意識していくんだというふうに思います、はい、ありがとうございます。よくわかりました。それでは高橋様お願いします。氏郷公はキリシタン大名ということで、まあ、若松の人皆さんご存知だと思うんですが、まあ、氏郷がキリシタン大名というを示すような遺物があるのかとか、それから一般人がやっぱりキリシタンが多かったなんていう話が結構いろんなところでお聞きするんですが、そのような遺物とか遺跡なんていうのは実際はこの近くにあるんでしょうか。はい、難しい質問ですね。ごめんなさい。どうも一応お話は聞いていたのでそれなりに調べてはみたんですけれども、氏郷の時代と確実に言えるのはなかなか難しいんでしょうかね。皆さんご存知かもしれませんが、氏郷とがこうキリスト教に関わるにあたっては、高山右近という武将がこう関わっていたということですね。それで先ほどの松坂の時代に洗礼を受けたという話は知られていると思いますし、あと東北というか奥羽に来てからもですね、そのキリスト教の記録の中では、その新しい領地の中で、信者を増やすことに対してこの武将は協力的であるというふうなことが書かれているようなので、まあ、かなりそういうことで布教みたいなことがあったんだろうと思うんですが、なかなか痕跡って私は知らないんですね。残ってないんですかね。でむしろ蒲生家の次の世代の秀行の時代になると、江戸時代の初めですけれども宣教師が若松まで訪ねてきたりっていうことがありますし、それからあと猪苗代の方の城代ですかねになった岡家という岡さないとかですね、そういう人はキリシタンだったということで、家臣たちの中にそういう人たちがいたらしいっていうことはいくつか分かるようですが、あとはちょっと私あまり不勉強で存じてないんですが、そんなところでいいですか。はい、はい、ありがとうございます。やっぱり一般的には言われるんですが、なかなか実証として出てこないというのが、やっぱり何百年も前なので分からないというのが実際だと思いますね。これからもずっと探していければなと思っています。それで2つ目として、ここから私がちょっと知りたいと思ってたことについてお話をお聞きしたいと思います。で、広町の振り方様にお聞きしたいと思うんですが、先ほどお話ありました本能寺の変の時、今大河ドラマですね。それで氏郷親子といいますか、氏郷とお父さんが信長の
ね、あの子供とお姫様を守ったという話がありますが、その時のことでもう少しエピソードとか何かあればお教えいただければと思います、はい、あのドラマと絡めてになるんですかねあの実は私30年前に初めて若松に来たのが独眼竜政宗という大河ドラマを見た影響だったんです。でその時に勝新太郎さん演じるあの秀吉がですね、伊達政宗は独眼竜、片や氏里は麒麟って言ってたんです、セリフで。だから最初麒麟が来たっていうのを聞いて、いやー熱いと思ったら違ったというのがまずありました、まあ、それを受けまして、先ほどのスライドでもちょっとお話ししましたけれども、実は あまり史実でありながら評価されてないのが、まあ、あの蒲生家の留守居役だったその片秀が信長の妻子を日野の方にかくまった、これはまあよく知られてます。でその時の実は片秀の動きなんですけれども、6月の2日早朝に本能寺の変が起きます。で10時頃に安土城に一報が通じたということになっています。そうするとやっぱりですね、旧家臣団たち、特に旧六角家臣の中がですね、もう一部館を引き払って自分の城に戻る、要するに光秀側につくという動きになります。で長浜城も全部それで占領される。そうした中で、片秀はやっぱ義理がたいんですね、信長の恩をということで、まあ、日野にこもることになるんですが、その際にですね、まあ、次の日の6月3日に実際に氏里を麓まで迎えに来させると、と同時に本能寺、失礼、徳川家康当時安土城を回って堺の方へ見物してて、で堺で一報を聞いて、俗に言う神君伊賀越えというやつで、慌てて、居城に帰っている途中なんですけれども、それを知ってか知らずか分かりませんけれども、4日付で、家康のもとに向けて、信長の仇を報じてほしいという書状を出してます。というのが4日付で返書がですね、失礼、3日付で出してるんです。で、4日にもすぐ届いたみたいなので、4日付で家康からの返事が来てます。で、家康も4日には岡崎に帰ってますので、まあ符合すると。さらに次の日、6月5日になると、今度は本願寺の方に、片秀は書状を出していると。で、この時にはですね、普通に恩を報じ、ごめんなさい、恩を返して、ためにですね、一向宗に放棄してくれ言うだけじゃなくて、釜をかけてます。というのが、しばらくしたら織田信勝とか、あとその一向宗も含めて、一向宗じゃないです、徳川家康も放棄するので、で、こちらに参集する予定になるので、だから放棄してくださいと釜かけてるんですね。で、これはまあ戦略的にもすごいと同時に、よくですね、暗愚とも片秀は言われるんです、その真面目すぎて。でも考えてみれば暗愚どころか即断即決でそういう書状も出している。で先ほど言いましたように、北は長浜城も抑えられる、南当然明智がいる、もう行く場所ないんですね、西京都ですから明智がいる、この東日野方面しかない、そういうのを即断して言っているという状況が見て取れます。でこれが全てですね、今地元のお寺に、まあ、残っている徳川家康と本願寺からの返事の手紙で明らかになるんですけれども、こういったことからもですね、まあ、氏里の動きだけじゃなくって、実はお父さんの動きっていうのも評価しないといけない、まあ、そういうのが裏話としてあります。ありがとうございました。なんか頭の中でドラマがなんかできそうな、なんかすごい面白いなと、それもやってほしいななんて感じがしましたね。それでは小野寺様にちょっとご質問したいと思います。氏里の商業政策っていうのは日野から始まって、やっぱり松坂で大きく広がって発展すると思うんですが、氏里の商業政策、承認政策って先ほど若干お話はあったんですが、その効果的なものはどんなふうになってるか、まあ大きな町が広がったとか、住宅の話なんかも出てくるかもしれないですよね。それで先ほど看板をつけたかもしれないという商売に適した町づくりっていうのは、その他でもどういうところが見えるのかとか、そういうちょっと商業関係の関係でちょっとお話しいただければと思います。はい、
氏郷公王が作り上げた城下の町づくりになります。私はよく城下町って言わずにですね、城下町づくりという言い方をよくするんですけども、やっぱり城下においての町ですね、城下町づくりと氏郷くりじゃなしに城下の町づくりってよく表現するんですけれども、その当時この真っ盛に城下町を作ったということにおいて、その後の皆さんご承知のように三井家、それから江戸中期後期においては江戸においての真っ盛商人がの礎になったっていうのが、これはもう非常に氏郷公が真っ盛を作った、これは大きな影響ですね。氏郷公が真っ盛に来てなかったら、この真っ盛商人っていうのができてくるのかな、三井家が今あるのかなと。そして文化面では本居宣長さん、これも真っ盛のから真っ盛へ入ってきたというふうな、これも本居家もそうなんですけども、やはりいろんな、経済商業文化面においても、やはり以後のこの真っ盛の発展において相当な影響があったんじゃないかなというのが、氏郷公の町に現れているというふうに思います。まあ、ちょっとずれるか分かりませんけれども、日の町において、日野町から来た日の町においてですね、残念ながら今日野からの方々で残ってるっていうのがいないように近い。ただ一つ、岩松さんって言って、この今鈴木姓になってます、鈴木さんになって、この方は明治の初めに蒲生だったんですね。それまで日野から来て、ところが蒲生かっこ悪いってで鈴木に変えたいうふうなことがありまして、ところが今去年のちょうど今頃からですけども、なんとかならないかなということで、ちょっとこのコロナ禍で遅れておりますけれども、弁護士と相談してですね、その岩松さん、鈴木さんを蒲生姓に変えるという今動きをしております。そして、まあ、一軒残っているのは町中にありますけれども、日野町から中町にその随分前に変わったという、これは、宣伝になりますけれども、お井の友という真っ盛に来て430年という、のし紙をいつもつけて私持ってくるんですけども、皆さんにお配りするものがなかったんで申し訳ないんですけども、今度何かで機会がありましたらお渡したいと思います。そういうふうなものが今特徴はその辺ですね。はい、ありがとうございます。次は高橋先生にお話し、私歴史やってるものとしてこういうことをお聞きするのはちょっとお恥ずかしい感じもするんですが、蒲生氏郷が亡くなった翌々年に御大楼が設置されるわけなんですね。そうすると蒲生氏郷っていうのはそのとこ92万石ぐらいの石高があったということを考えれば、御大楼になってた可能性もあるんじゃないかというふうに考えるんですが、それはいかがですかというのと、もう一つ先ほどからお話ありますが、氏郷の死についてお聞きしていきたいなと思います。氏郷は死については先ほどありました毒殺説とか直腸癌説とかいろいろあるんですが、まあ、秀吉からの医者が派遣されたりとか、真瀬道山の見立てがあったとかっていろいろあるんですが、それについて確定は何もないので分かるところを教えいただければと思います。よろしくお願いします。難しい質問ばっかりですよねはい、まずその最初の御大楼の件ですけども、まあ、これはもうこれも仮定の話なので何とも申し上げられませんけども、
一つは石高の話で、かなり90数万石という大きな石高を持つ大大名に急激に氏郷は文禄の後半になるということですね。それが一つある。それからもう一つは官職というか役職で言いますと、途中で松坂の時代に侍従というのが位出てきましたけど、その後少将という位になって、それから、最後亡くなる前年ぐらいには参議という位まで、従三位参議というところまで、昇進していくわけですね。でこれもちょっと詳しくはあれですけれども、かなりステップとしては早いこうステップで上がっていきまして、文禄2年ぐらいの文章の中だと、その序列で言いますと、まあ、徳川家康が別格になって、あと前田利家は当然上にいると思いますけれども、あと並ぶぐらいが例えば越後の宰相上杉景勝とかですね、何人かやっぱり出てくると思うんですが、まあその辺に並ぶぐらいですから、六大老ぐらいにはなったかもしれないなというぐらいですかね。まあそういうことはありえるかもしれないなとは思います。であと死の原因についてですけれども、もうこれは近藤さんおっしゃった通り、お医者さんの人が見てそういう記録も残していて、それ以上のことは分からないですけれども、まあ非常に急激な出生をしているということとかがあるので、まあ周りから妬まれていてっていう推理小説的に考えれば毒殺ですということでよろしいですか。ありがとうございます。もうはっきり言っていただいて、あ、個人的な意見です、はいはい、じゃあここでもう一問私の方から皆様に、本日の共通演題でもあります蒲生氏郷の残したものということを各都市の方からお話しいただいて、それで会津若松の高橋充様には秀行、それから忠里も含めて蒲生三代が残したもの、ちょっと大きな話になってしまうんですが、一言ずつお願いできればと思います。じゃあ振り方さんもお願いします。一番最初の質問ともやっぱり重なってくるかと思いますけれども、戦国武将がすごく有名なところっていうのはですね、日野がまさにそうなんですけれども、江戸時代にどんな大名が現れてもですね、それをもう超えるような場合はものすごく強くそれが印象に残っている、まさにそれが蒲生氏であり氏郷であるっていうのが感じて捉えます。でそれはですね、会津とかと大きく違うところで、会津の方は江戸時代に入りましても、大きな松平であるとかですね、そういう大名が入り、そして戊辰を迎えということで、それぞれこう脚光を浴びることができるんですけども、近江の国、お話でもですね70万石あったと申しました。ですから江戸幕府は大きな大名が入るのを恐れまして、ものすごく細分化されます。氏郷がいた場所ですらですね、わずか2万石の市橋家という大名以外は、尾張徳川であったり彦根井伊家であったり幕府の旗本領ということでバラバラになります。そうした中で江戸時代の話というのがどうもこう盛り上がらない、伝えていかれない。でそれをまた超えるだけのものが氏郷にあり、そして蒲生家、言い伝えも含めたら400年以上そこにいたということになりますので、蒲生家がいたということ自体が町の心の支えになっているっていうのが一番大きな残したものかと思います。もちろん遺跡もそれぞれあるんですけれども、実際に物と同時に心の中に残っている、これが蒲生氏かなというふうに思います。ありがとうございます。では小野寺様お願いします。松坂の時代をということで、先ほどもちらっと申し上げましたけど、氏郷祭りっていうのがあります。それは検証事業として進めておるわけですけれども、なかなか市民に対しての浸透が難しい、祭りって氏郷祭りは何やっていうのは結構分かってない人が多くですね、今一生懸命検証事業としてやっているわけですけれども、
松坂においての宇佐渡港の功績っていうのは当然のことながら今まで申し上げたようなことでしておりますけれども今後もですねこの祭りを通じて、まあ検証事業をやっていきたいというのが今のところですね、そういうところですね、はい、ありがとうございます。じゃあそれでは高橋様お願いします。はい、話の中でもいただきましたけれども宇治里港は非常に短い期間しか会津にいなかったということですね。ただそこでこう氷河があったものがですね実際には秀行の時代その後の秀行や忠里の時代にこう整えられていったり花開いたり広げられていったりっていうことが大変多くあるっていうことだと思うんですね。これは多分近藤さんおっしゃりたくたんだと思います。賀茂家3代ということだと思うんですね。でこれはもういろんなことがあるんだろうと思うんですけれども、あえて私一つだけということであれば、何ていうんでしょうかね、人の動きとか物の動きとか技術の伝播とかですねそういったものをこう近いところだけではなくて何ていうかね広く列島規模といったらちょっと大げさかもしれませんけど日本全国を見てその中でいろんなものを取り入れたり選んだりそれからそれで何かを作り上げたりとかっていう考え方発想みたいなものを、示してくれたのが賀茂三代なのかなというふうに思うんですね。もうお城作りなんか典型的だと思いますし町づくりもまさにそうなんだろうと思いますけれどもそういうところが後に残ったものというかもたらされたもの残ったものなのかなというふうに私は思います。はい、ありがとうございます。いいあいいですか。いやすいません実はご承知の方も終わりかと思いますけれども松坂城跡ではこれは平成23年に2月それも2月7日です、宇佐渡の命日に、国指定というふうになりまして実はその城ですねなかなか逆にいじることができなくなった、原型を取り戻せというふうなところが国指定ですね。まあ、そしてその時にちょうどその前に実は検証ということで、個人的に私ではありませんけれども松坂には賀茂宇治里を見るものがないんですね。ですからお城にぜひとも、日野さんにはあります賀茂宇治里の銅像これを騎馬像を作ろうということで一度盛り上がったんですけども平成22年ですね。ところがなかなか行政の方は固くてですね史実にないとこれも全てそうなんですけども史実にないってなんでというということは宇治においても当然宇治里先頭でですね馬にまたがって走るわけですよね。それでやってんのにその当時の史実記述がないというねそれで、まあ、本来3メーター54メーターでしたかねその、騎馬像伊達政宗のようなものですねそれを作ろうと言って相当盛り上がったんですけれども却下されてですね、つけるところがなくなったというそれがその国指定の前だったんですけど国指定になりますとこれはもっと厳しくなりました。これどうすんのっていう今いまだにくすぶってはおりますけれども、やはり市民の声を集めながら今進めたいなというところにおります。はいはい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいなと、はい、じゃあそれでは時間が限られてますが会場の皆様からいくつかご質問を頂戴したいと思います。質問される方は手を挙げてこちらで指名しますのでスタッフからマイクを受け取って一問のみご質問ください。で最初にお名前と座席番号どなたかの質問かをお話しいただいてそれから予定絞ってこちらが回答しやすいようなお話ですいません言ってください。じゃあそれでは ご質問したい方ありますでしょうか。 おとなしい方ばっかりですね大丈夫ですか。はいどうぞマイク受け取ってからお名前と座席番号をお願いします。
みません、この5番二重門か二辺と言います、いろいろ今日ありがとうございます。ちょっとお尋ねしたいと思ったのは、近藤さんか高橋さんかどちらかだと思うんですけど、新緑の光徳寺に、内里公の自生の句とそれから会津に着任した時の詩が残されております。その詩を見てみますと、内里公は会津に来た時の気持ちといいますかね、決してよく思ってないような詩なんですよ、内容が。ですからなんかこう内里公そのものがですね、やっぱり、会津ということのを何て言いますかね、左遷されたっていう思いがなんかかなり強いような気持ちに、なっていたんじゃないかということで、その辺、歴史をこう研究している方の近藤さんか高橋さんにちょっとその辺の当時の内里公の気持ち、どんな形だったのかなと お伺いできればと思います。よろしくお願いします。私いやそんなに難しくないと思いますけど、いや大変だったと思ったんじゃないですかねとは思いますが、はい、そう、私もそう思って、よくある話ですけども、都に近ければなんとかかんとかって話はありますよね。それで氏里はこちらに来て5年のうちに半年とか1年しか会津に入れなかった。戦いもあるんですが、肥前名古屋に行ったり京都に行ったりと、そういうのばっかり。やっぱりそういう心労だけではなくて肉体的なものもあったり、そういうのもあってなかなか来たくなかったのかなというのは気持ち的にはよくわかるじゃないかなと。あんまりちょっと歴史的にはどうなのかと言われると私はちょっとわからないのでごめんなさい。そんなことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。疑問点なんかありましたら、せっかくの先生方いらっしゃいますのでぜひどうぞ。はい、どうぞ。番号言ったの。8番の木村と申します。最近高橋さんにお尋ねしますが、私会津の三十三冠のっていうのが国の日本遺産に登録されましたので、万代の伊日寺に行きましたらば、以前は会津のあそこあたりには仏教文化が開いたということで、その後に、焼き打ちされて全部なくなってしまった。そこで氏里さんの名前が洗礼されて礼王になったっていう、礼王とかっていう名前出てきましたので、それが後から焼き打ちされた原因が何か組まれているのかなというふうに思ったものですからお聞きしたいと思いました。ごめんなさい、あれですかね、焼き打ちしたのは誰が。いや、万代の院寺の近くにあるお寺さんが全部。多分おっしゃりたいのは、それは、はい、伊達の多分焼き打ちの話なのかなと思うんですけど。それとですから、ただここで、礼王っていう洗礼されて礼王に名前をいただいたっていうことが出てきたみたいな気がするんです。レオンに洗礼を受けるのは松坂に行って2年目ですか、松ヶ島に行って2年目なので、ちょっと時代的にはちょっと違くなってきますね。そうですか、はい、あれですかね、 おっしゃりたかった考えはあれですかね、今の感覚ですけども、キリスト教と仏教っていうのがこう相入れないというか、そういう意味ですか。その時代にそういう時代があったのかなと思う、なるほど、はい、賀茂氏里公の場合にも、先ほども お墓はお寺に、禅宗のお寺さんにありますので、仏教もその当然関わりありますし、その上でキリスト教の洗礼も受けているということなんだろうと思いますので、その辺は
キリスト教徒であるからということとはちょっとまた関係は直接はないのかなというふうに思いますけど、ね、でその後に若松にあの、はい、キリスト教の隠れ、はい、あそうですね、そういうことが2カ所ほどありますよね、はい、そうですね、はい、ですからこう時代でもってこう変化があったのかなと思いまして、うん、時代全体としてはその後キリスト教が禁止されていくような時代になっていきますので、だんだんそれは厳しくなっていくという形にはなっていくわけですよね。でご存知のように江戸時代になると、キリスト教は禁止になって、あの全員あのその仏教のお檀家さんになるようにという形になっていくので、まあ、その以前の状況だと思いますので、 そのことですかね、そういうことでしょうかね。はい、はい、まあ、なんとかするしかないです。すみません、ありがとうございました。私もよく分からなくてすみませんでした。はい、はい、同じような感じのものでですね、例えば近江にいますと、何でも信長がやりだせになってるんですね。で、これがその前の六角氏の時代のことなのに、信長がやいた。で、私たちの日野町のですね、ある、まあ、古いお寺にはですね、ものすごくいいことになってまして、織田信長の家臣の六角上帝がっていうような火をつけたと。ですからやっぱり、まあ、火をつけたと言われる方もそこそこのランクの人じゃないと、まあ、話にならないから江戸時代になってこう変わっていくんだろうなっていう、まあ、そういう一例でもないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。よく分かる話で、私より解説がうまかったというどうもありがとうございます。じゃあそれでは時間も迫ってまいりましたので、そろそろ私の方からちょっとまとめということで若干まとめさせていただきたいと思います。で今日はありがとうございました。皆さんお聞きになって、それからご質問ありがとうございました。それで蒲生地里というのは40年という短い一生なんですが、その30年人生の4分の3は日野町で日野過ごして、松阪に6年ですか、それから会津に5年と、ね、それで会津に実際いたのは半年から1年ぐらいという、ね、私たちが知っている蒲生地里というのはその最後の5年間だけなんですね。それでいろんな話、我々蒲生地里の話を聞きますが、町づくり、城づくり、まあ、漆器、酒づくりなど産業振興はありますけど、それなるっていうのはいつも定番の話で、いつも定番の話しか聞いたことなかったんです。ただ今日は日野の振り方さん、それから松坂の小野寺さん、それから高橋満さんからいろんなお話を聞くことができて、今まで私たちが知っている蒲生地里が一番だんだん深いものになったんじゃないかなというふうに思います。多分皆さんもそう思ってくださっていると思います。で最後にここでお願いというかあれなんですが、蒲生地里に関するネットワークとしてはこの三都市なんですが、将来は地里の 子供である秀幸が会津若松から移った宇都宮はまだ日野町通りっていうのがありますけどね。それでそれからまだ近江当時って言ってる方もいらっしゃるんですよね、うん、それから内里の孫の忠近っていうんですかね、それがいた山形県の上野山、それから会津から移った愛媛県の松山など含めた大蒲生ネットワークが作られることを期待して、ここで終わりの言葉にしたいと思います。本日は振り方様、小野寺様、高橋様、そして会場の皆様、私の進行にお付き合いいただきありがとうございました。これで終わりたいと思います。近藤様、コーディネーター役大変お疲れ様でございました。そして講師の先生方には蒲生地里校ゆかりの地ならではの興味深いお話の数々、そして距離は離れていてもゆかりの地それぞれの思い心は同じだということを教えていただきました。誠にありがとうございました。それではご登壇の皆様はご起立をお願いいたします。会場の皆様、ステージ上の皆様へ盛大な拍手でお見送りをお願いいたします。滋賀県日野町より振り門拓也様、三重県松阪市より小野寺仁様、地元会津若松市高橋満様、コーディネーターは近藤正夫様でございました。ありがとうございました。
それでは閉会のご挨拶および総評といたしまして、蒲生氏郷公顕彰会会図会長新城井之吉様にお願いいたします。先ほどの話を聞きまして、若松の森でよかったなって、あれが萩の森という名前だったら会津萩市ってやばいなということを考えてしまいました。ただいま紹介いただきました会津若松じゃなくて蒲生氏郷顕彰会会津の会長をしております新城井之吉と申します。そしてなおかつ、私三男坊なのに、日野あの松坂会津それぞれ顕彰会を作って、で、3つ合わせて保参会を作ろうということで、なりまして、保参会の会長をしております。あの今事務局長をやらしております。その小野寺君があの松坂さんの代表で、おいでいただきました。本当にあのいろいろ振り返ってみますと、30年前に、会津のお城に輪郭、あの森川さんのとこからお宅から移築されまして輪郭ができました。その時に、浦仙家の家元がお茶を立ててくれるということでおいでいただきました。で、なぜかちょっと三仙家表裏あの武者工事の三仙家は昭和のおかげでいわゆる我々三仙家があるんだということを、大変あの尊敬の念を抱いて、敬愛されております。ですから、それぞれ昭和祭というのをやられています。で、あのそういう縁があって、その時に代表で、千利休あの仙家の裏の家元が、まあ、たまたま私の親父と親友だったんで飛んできてくれまして、その時小林大元和尚という、大徳寺の大梅院の和尚さんが、お月で来ていただきました。私その時浦仙家の家元の運転手役だったんでずっと一緒にいました。でその時大梅院紹介されて、それから大梅院さんに行くようになって、そしてそこに蒲生氏郷公の墓が改めてあることを知って、それから毎年、通ってました。会津から行くのは私しかいつもいませんでした。それであの途中高橋君、先ほど の高橋満君、行人町の高橋満君が行人町代表で来てくれてました。二人でいました。それで日野も松坂も5、6人の教育員の方がおいでいただくだけの法要でした。そして会を重ねていくうちにそれぞれの町で、検証会ができました。そして、あっという間に、松坂バス5台とか、日野バス3台とか5台とかいう会津若松2人とかそういう勢力関係でずっと、2月7日の弔いを続けてまいりました。で途中関係市長の時に関係市長を無理やり連れてきまして、それから、法要には市長終わった今でも2月7日あの関係元市長は飛んできます。で、あの我々この氏郷公という、殿様を抱きまして、でも会津ってすごいなと思うのは、その時のその時代時代の為政者にとって会津は大事なところだから大事な人間を送るという殿様がここを治めてきています。ただ唯一違うのは侵略者として伊達政宗がいますけども、でも伊達政150周年の時に、伊達家のお殿様がお見えになりました。で懇親会と私隣同士だったんでつい余計なことを言ってしまいました。私は蒲生氏郷顕彰会の会長してますって言ったと機嫌悪い顔になって、僕は氏郷公嫌いだってなぜかするとせっかく取ったとこ取られたからっていう今でも思ってんだと思いますよ。それはあんま人のこと言えないんですけども、まあ、あのそういう流れの中で、会を重ねてきて、あと行列の時に、あの手作りあの甲冑隊という
ことで松坂に習うということもありましたし、日野のあのお囃子のあれでゆかりの地ということで行列の時来てもらうようになりました。そうした交流の中でせっかく3つ会ってるんだから何かやろうやということでいろんな会場を使ってあの話し合いとかしてるうちに、やっぱり2月7日の前の日それぞれ、私は前の日から行かないと間に合わないんですけどそれぞれ向こうの方は2時間も車で走れば着くんで、京都の大梅園に集合しようという前の日の、出来事として今2月6日の日に必ず、放散会というものを作りました。作る時に裏選挙の家元にお願いして3選挙まとめてくれということで喜んで混ざるよということで混ざっていただきまして、こういう形 の、 あの会としては家元の皆さんがメンバーにいるというありがたい会になりました。しかし問題があります。会津の検証会人数が少なすぎて、京都に今行くの私と市長と市長秘書と関係さんとあとうちの事務局から3人ぐらい行くぐらいなんで、片やバス3台バス5台ってことお呼びじゃないんで今日お願いがあります。ぜひこの お彼岸の最中の御太陽の中わざわざ置いていただいて関心のある方なんで、京都いいとこです。あの2月7日の寒い時ですけども大梅院という普通は入山禁止のあとお寺です。で大徳寺で大手を振って歩けるのは検証会のメンバー、あのぜひ入ると入山禁止のお寺でも個人的に行った時入れますから、そういう特権付きであの今申し込み用紙をあの用意してありますので、お時間とお金のある方は別に今日払いではありません。あの入会金2000円の年会費2000円で、ありますけども、ただあの我々としてこの蒲生里子を検証していくということで、継続してまいりたいんでぜひ皆さんのお力を借りたくあのこんなところで申し上げました。まあ、とにもかくにもあと8月の第1週にあの高徳寺で入府の墓前祭をやっております。それぐらいしか、イベントというか事業としてありませんけども、とにかく、我々この会津若松を作った人ということをやっぱり我々市民が一人一人検証していきたいということで始めた会ですので、ぜひ皆さんのご協力改めてお願いします。まあ、本日あのこうしたお彼岸の中おいでいただきましたことを改めて感謝します。とにかくあの私日野も松坂も言います、あのとっても言い町です。あの日野はあの大いなる田舎ですとっても言い町でコンビニエンスが見当たらないという、素晴らしい町です。あの行くとすがすがしい気分で帰れる町であり、松坂は、松坂家なんか高くて食えませんけども、でも松坂という町並みやっぱり同じ城下町としての匂い同じ匂いが感じます。ぜひですねそういう交流会もありますので、ぜひ、そういう意味を込めて、新たな自分の、行ける場所ができるということもありますので、ぜひ、改めてお願い申し上げます。とにかく再び申し上げます。本日は誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。どうも。蒲生氏郷公検証会会津会長新城猪吉様より総評と閉会のご挨拶でございました。以上をもちまして第68回会津祭り蒲生氏郷公入府430年記念氏郷公ゆかりの地による歴史講演および座談会を閉会いたします。ご来場の皆様のご協力により本日の祭事を予定通り終了することができました。ありがとうございました。お帰りの際はお忘れ物がございませんよう今一度ご確認の上、後ろの列のお客様よりスタッフの誘導に従ってお進みくださいませ。密集密接を避け急がず慌てず一定の距離を保ってお気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。